分後、かまいたちの夜、バラバラ殺人が起こってしまいました。続きからやっていきましょう。オウムでございます。ペンションシュプールの泊まり客とスタッフは全員一で1階の談話室に集まっていた。正確にあの死体となった客を除いて全員ということになるが、死体を見たのは僕とマリ、それに小林さんだけだった。あんな人に見せるもんじゃないからね。バラバラ死体やで。あとの人は、小林さんが部屋から追い出してしまったからだ。当然の判断でしょう。僕たち3人は見たものを説明できるほどの余裕もなく、ただ怯えながら熱い紅茶をすするのが精一杯だった。ねえ、いい加減何があったか教えてくれてもいいんじゃないの？聞いて損するぞ。イラついた口調でみどりさんが言った。僕は小林さんをちらりと見たが、みどりさんの言葉が耳に入っている様子もなかった。僕は喘ぎながら答えた。死んでるんです。あそこでバラバラになって、死んでるんです。言っちゃった。ごくりと誰かの唾を飲み込む、飲む音が聞こえる。バラバラって、それ、どういうこと？みどりさんは悪い冗談だとでも思ったのか、鋭く聞き返す。どういうことも何も。知らず知らず声が上ずり、甲高く叫ぶような調子になっていた。バラバラなんですよ。首も、手も、足も、みんな切り離されてあそこに落ちてるんです。いやー！女の子を誰かがそう叫んで泣き出した。泣くよね。見ると、アキちゃんだ。田中さん、とかいう人なの？みどりさんが小声で聞く。そう、だと思います。顔色が全然違うからよくわかんないけど、あの人だったと思います。突然みどりさんは目を細めた。それってもしかしてよく似てきた人形なんじゃないの？それもあの脅迫状と一緒でいたずらなんじゃないの？人形と人形を間違えたりしませんよ。僕は腕の付け根らしき切断面が覗いていたのを思い出し身震いした。吐くよ、普通。でもさ、映画なんかの特殊技術って最近すごいじゃない？ああいうやつじゃないの？そこまで言われるとだんだん自信がなくなってくる。あれは人間だ。間違いない。血もついていた。小林さんが断言すると、アキちゃんはまた声を上げた。やっぱりあの脅迫状は本当だったのよ。私帰りたい。全員帰りたいよ。そういえば、僕聞いたことがあるよ。かまいたちのこと。右本さんが唇を舐めながら話し出す。かまいたち？僕は聞き返した。ああ、知ってるだろ。この辺りでは昔から何もないところで突然服が切り裂かれたり、怪我をしたりすることが知られていたんだ。土地の人たちは鎌を持ったイタチのような生き物の仕業だと考えて構えたしているんだ。右本さんは低い声で話すと僕たちの顔を見回した。しばしの沈黙の後、小林さんは鼻で笑った。その鎌いたちのせいで田中さんはバラバラにされたと言うんですか？バカバカしい。マリも口を挟む。それにかまいたちって自然現象なんでしょ？真空状態が発生して切れたりするって聞いたことがあるけど。しかし三木本さんは動じなかった。一応そういう説明はなされている。でも妖怪か自然現象かわからないが、なんかそういったことが起きるのは確かなんだ。でも切り傷ができたり服が裂けたりするってのは聞いたことがあるけど、人間がバラバラになるとは思いませんが。僕は言った。妖怪の仕業なんだとしたらどんなことだって考えられる。そんな顔しないでくれ。僕は別に妖怪なんて信じてるわけじゃないからね。自然現象だと考えてみよう。この風の音を聞いてみろよ。これほどの激しい風なら滅多にできないような恐ろしい真空ができたとしても不思議じゃない。そう思わないか？いくら真空状態だからってあんな綺麗にバラバラになるかい？叫び声の一つや二つは聞こえてくるでしょう。窓ガラスを割り、窓辺に立つ人間の体を一瞬でバラバラにする風。そんな風が吹いたというのだろうか。このロッジも無事じゃ済まなさそうよね。プラズマよ、プラズマの幸せだわ。ずっと怯えた表情をしていたアキちゃんが叫んだ。アキちゃんはちょっと黙ろうか。アキ、プラズマって何よ？ケイコちゃんがいぶかしげに尋ねる。よくわからないけど、そうに決まってるわ。それだと説明がつくもの。ちっとも説明がついたようには思えないが、アキちゃんは確信しきった様子でうなずいている。じゃあ脅迫状はどうなるのよ？あれを書いたのは人間でしょ？え、でも、だって。かなこちゃんに言われると、アキちゃんは困ったような顔のまままた泣き出した。なあ、さっきから聞いとるけど、脅迫状、脅迫状って一体何のことや？かやまさんがたまりかねたように口を挟む。そういや、言ってなかったね。小林さんは一瞬僕の方を見た。が、今更隠し立てしても仕方ないとすぐに気づいたが、ぼつぼつと脅迫状の一件を話し始めた。実はですね、
聞き終わった後しばらく全員が絶句していた。そんなことがあったんですか？三木本さんがつぶやく。そういうことはちゃんと言うといてもらわんとかなんな。加山さんがため息ばじりでぼやく。でも住んでしもたことはしゃあない。とにかく上にあるのがほんまに死体なんやったら、早く警察に連絡せなあかんわな。警察！そんな当然のことに今まで僕は気がついていなかったのだ。あまりに異常なものを見させられたせいで、正常な思考ができなくなっていたようだ。それは小林さんも同じだったらしく、慌てた様子で振り向くと電話に近寄った。受話器を取り上げ耳に当てる。しかしすぐにガチャガチャとイラついたように復興し始めた。ダメだ、何も音がしない。電話が通じていない。なんやで？加山さんは立ち上がって叫んだ。そら困るで。多分どっかで電話線が切れたんでしょう。小林さんは音のしない受話器を肉しげに見つめている。電話が通じない。そのことの意味が僕の頭の中に染み通るまでしばらくかかった。電話がかけられないということは、明日になり吹雪が止まない限り警察に連絡ができない。だけでなく、ここから降りることもできないということだ。加山さんは突然笑い出した。ああ、せや。わし、携帯電話があるんや。あれを使ったらええわ。しかし小林さんは二目もなく言った。無駄ですよ、加山さん。この辺りは電波が届かないんです。携帯電話は使えません。そしたら一体どないしたらええんや。人殺しがこの辺ごろついとるっちゅうのに。人殺し。その言葉に僕たちは気をつかれたような思いだった。死体の異様さに気を取られ、あれが紛れもなく殺人であることなど考えもせず、構えたしだのプラズマだのと騒いでいたのだ。いや、わざと考えないようにしていたのかもしれない。しかしあれが事故や自殺であろうはずがない。殺人だと考えるのが一番自然だ。誰かは田中さんを殺しその死体をバラバラにしていたのだ。そして加山さんの言う通り、この天候を考えるとその犯人はまだこの辺りにいる可能性が高い。この天気で山を降りることはできると思いますか？僕が尋ねると、小林さんと敏夫さんがほとんど同時に首を振った。無理だろ。答えたのは敏夫さんだった。さっき三木本さんがたどり着いたのだって奇跡みたいなもんだよ。歩いて降りたら途中で通し、車だったら運が良くても立ち往生。運が悪ければ沢に転落しかねない。じゃあ犯人はこのペンションの中に隠れようとするんじゃないでしょうか。生き延びるためにはそれしかないでしょう。全員が息を呑んだ。泣いていたアキちゃんでさえ一瞬泣き止んで恐怖の表情を見せた。敏夫さんは怒ったように立ち上がる。じゃあ何か死体をバラバラに切り刻んだようなやつと一晩過ごすことになるってのか。冗談じゃない。そらそうや、人殺しがおるかもしれんちゅうのに安心して眠れるわけあらへん。なんとかせな。加山さんも大きくうなずく。なんとかってどうするんです？小林さんが当惑した様子で聞き返した。そら捕まえるしかないやろ。警察に来てもらえん以上自分らで捕まえなしゃあないやないか。ちょっと待ってください。見かけによらず情けない声を出したのは三木本さんだった。人を殺してその死体をバラバラにするような凶悪の人殺しですよ。下手に手を出すよりここでみんなでじっとしていた方がよくありませんか。これだけ人数がいればどんな凶悪犯だって手出しはできないでしょうし。じゃああんたはこのままここでずーっと置きとけっちゅうんかいな。寝とる間に皆殺しにされるかもしれへんのやで。加山さんがとんでもないことを言い出すものだから、女の子たちはますます怯えた表情になった。僕は慌てて口を挟んだ。そら死にたくはないわな。いや、どんなひどいやつでもそこまではしないでしょう。まあ戸締まりだけはしっかりしておく必要があると思いますけど。戸締まりったってもう中に入り込んだったらしゃあないやないか。まさか一体いつどっから入ったって言うんです？小林さんは驚いて大声を出した。そんなことわしは知らん。せやけど現に一人殺しとるやないか。わしらが気づかんうちに入ってきたっちゅうことやろ。でも小林さんは言葉を探している。嘘や、窓が割れとったやろ。窓から入ってきたんとちゃうか。裏ではあんまり除雪しとらんから2階の窓から入るのもそんなに難しゅうないんとちゃうかな。だとしても犯人はまた窓から外へ逃げたんじゃないですか。だってドアの鍵がかかったままだったし。僕は当然だと思っていたことを言った。そんなことわかるかいな。ここのボタン、ドアは押しボタン式の鍵やで。入ってきたんは窓でも、その後はドアのボタンを押して閉めたら済むことや。
2階の空き部屋に隠れとることも、わしらが2階に行ってる間に下に降りることもできたかもしれん。確かにドアに関しては香山さんの言う通りだった。内側からボタンを押して閉めるとロックされる。シプールの客室のドアは全てそのタイプだった。まあまあまあ、よく昔のタイプだね。昔のドアのタイプだ。だから鍵が閉まっていたからといって、犯人が窓から逃げたとは限らない。とは言っても2階の部屋はさっきみんなで調べたばかりだ。廊下うろうろしている僕たちの目を盗んで1階降りたとはなかなか考えにくい。何にしてもみんな何か武器になるものを持った方がいいんじゃないかしら。青ざめて黙り込んでいたマリが口を開いた。僕はマリの提案に驚いたが、そら言えてる、いざっちゅう時のためやな。早速用意しよう。みんなはすぐにその意見に賛成した。と言ったってこんなペンションのこと武器なんてあるわけもない。結局みんなが手にしたのはスキーのストック、果物ナイフ、そしてモップの絵。包丁なんかはかえって危ないというので、こんなものになってしまったが、頼りないことこの上ない。何人かでチームを組んでしらみつぶしに調べるんや。ベッドの下、クローゼットの中、バスタブ、どこに隠れとるかわからへんねえで。いつの間にか香山さんがリーダーシップを取っている。まあ年長者っちゃ年長者だからね。やはりそこは社長だからだろうか。男は5人、僕、右本さん、小林さん、香山さん、東潮さん、これで全部。女性陣は全員見送りだ。千人張りでも縫ってもらいたい気分だった。気をつけてね。マリの一言だけが心の支えだ。どこから手をつけるのがいいかな。小林さんが誰にともなく尋ねた。僕は言った。どっちからがいいかね。これどっちでもよかったかな。一回でいいや。一回から調べましょう。僕はそう主張した。あ、一応多分初見の人もいるので、できるだけ言わないようにはしていくつもりなんだけど、僕は、一連の流れは知ってます。なので、あれこいつ知ってるやんみたいな展開があるかもしれないけど、知ってます。全部。その上でやってます。1階には談話室を覗くと。あ、でも、前も言った通り、このシルエット版のかまいたちの夜は完全に初めてです。食堂とキッチン。みどりさん、としおさんたちのスタッフルーム。小林さん夫婦の部屋。乾燥室なんかがある。それらを一つ一つ見て回る。小林さんがノブを握ると僕と右本さんが武器を構える。いいか、開けるぞ。二人がうなずくと同時に小林さんはドアを開いてその影に隠れる。そして僕たちはストックとモップを突き出しながら中へと入っていくのだ。これめちゃめちゃ怖いやろな、この作業。実際やるってなったら。俺、なんか絶対無理やな。ちょっとお腹痛いんで、つってトイレにこもるな。そうやって一つ一つの部屋をベッドの下まで捜索していった。全員が一つの部屋に入ったのでは、その間に逃げられる恐れがあるというので、中へ入るのは僕と三木本さんだけ。めちゃめちゃ怖がりやから、俺もうほぼ女性みたいなもんやからな。女性陣と一緒に固まってビクビクしとくわ。最初はビクビクものだったが、同じことを繰り返すうちだんだんと大胆になってきた。三木本さんもそれは同じらしく、顔色も普通に戻っている。どんな奴が出てきても、5人もいれば大丈夫ですよね。そうだよ、5人もいるんだから。1階には人の気配はしなかった。残るは2階だ。どちらかというと現場に近いこちらの方が危険な気がした。みんな犯人が入り込んだ可能性はほとんどないと思い始めたのだろう。さっきまでとは違い、リラックスしきって2階へと登った。わしはこう見えてもな、高校時代は柔道やっとったんや。もし犯人が出てきよったら一本強いから抑え込んでグーの音も出んようにしたろわ。香山さんは今になってからそんなことを言い出す。そら、それならあんたが先頭に立てよと言いたいのをこらえた。2階へ上がるとさっきと同じ要領で客室を調べていく。しかしやはりベッドの下にもクローゼットにもネズミ1匹隠れていなかった。小林君、あのドアは何や。香山さんが廊下の突き当たりの扉を指差しながら言った。あれは掃除用具なんかを入れてある物置です。人間は隠れられないこともないですが。近づく僕たちの耳にガサッという音がはっきりと聞こえた。全員がぎくりとして足を止める。右本さんが目をキョロつかせて僕を見る。聞こえたか。その目はそう言っていた。僕はごくりと唾を飲み込みながら大きくうなずく。
ストックを握りしめる手に汗がにじむ。ノブに手をかけた小林さんがみんなの顔を見回した。僕、三木本さん、敏夫さん、そして少し離れたところから加山さん。4人が一斉にうなずいた。その瞬間、ドンと音がしたかと思うと、ドアが勢いよく開いて黒い影が飛び出してきた。はい、かわいい猫だ。あれはジェニーだ。こんなところにいたのか。敏夫さんが言った。ジェニー、人騒がせな猫。ジェニー？ここで飼ってる猫だよ。見かけないからどこにいたかと思ってたんだ。こんなところに入り込んでいたとはね。もう他に部屋はないんですか？談話室に戻りつつ、僕は小林さんに聞いた。あとはワイングラだけだけど、あそこは鍵がかかってるからね。小林さんはちょっと考えてから言った。なんや、結局おらんかったっちゅうことか。残念やな、せっかくわしの地獄車お見舞いしたろうと思ってたのに。地獄車好きやな、あんた。加山さんは悔しそうにもみ手をする。相変わらず口だけは達者な人だ。関西人口だけ達者みたいな感じになるからやめろ。談話室に戻ると京子さんがコーヒーを入れてくれていた。誰もいなかったのね。マリは僕たちの表情を読み取って言う。結局外に逃げたってことっていうことかしら。だろうね。敏夫さんが答えた。みんなほっとしたような、それでいて不安げな複雑な表情を浮かべている。そりゃそうだろう。とりあえず危険なことはなかったものの、本当に誰も隠れていないとはまだ確信できない。それに今いなくても夜中に入ってくるかもしれない。いくら戸締まりをきちんとしたところで窓を割れば簡単に入ることができるのだ。待てよ。僕はふと疑問に思った。僕たちは初めから犯人は窓を割って入ってきたのだと決めつけていた。でも本当にそうなのだろうか。犯人はもっと前からこのペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうか。僕たちの中にアリバイのない人がいることに気がついた。え？あ？どうだったっけ？え？アリバイのない人なんかいるか？あーでもこれなんか B。 犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうか。これでいこう。これどっちがいいかね。まあ多分一筋縄では結局いかないんだけど、ガチで解決しに行った方がいいのか、それとも流れに任せてバッドエンドを取りに行くか。犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうか。そしてゆっくり時間をかけて田中さんの体を切断した。そう考えないと人間はあんな風にバラバラにできたことの説明がつかない。あ、まあでも短時間でバラバラにはできんよね、実際。それとも何か方法があるのだろうか。窓の割れる音がしてから僕たちが駆けつけるまであんな短い間で死体を処理する方法が。バナナの手品を応用すれば。何言ってんだ。できるわけがない。部屋自体に仕掛けがあったとしたら、まあでも冷静に考えたらできるわけがないよね。部屋自体に仕掛けってどんな仕掛けよ。アイアンメイデンみたいなやつがあるってことか。できるわけがない。きっと犯人はずっと以前からペンションに入り込んでいないに違いない。では一体いつ？どこから？どうやってあれも気づかれずにペンションに入り込むことができたんだろう。戸締まりがきちんとしていた以上、入れたのは正面入り口と乾燥室の出入り口しか考えられない。でもそこからだと必ず誰かの目に留まるはずだ。それにたとえ客のすべてが奥にいたとしても、少なくとも小林さんには人の出入りがわかるようになっているとすると地下だ。地下から穴を掘って地下室へと侵入したんだ。犯人は中へ入ることなく外から田中さんを殺したのだ。正面から入ってきたが誰にも見えなかったのだ。 C。 正面から入ってきたが誰にも見えなかったのだ。そうか、僕には真相が見えた。犯人は透明人間だったなどというつもりはない。あれ、これ解決に向かってるな。犯人の姿ははっきりと僕たちに見えていた。にもかかわらず心理的な死角に入っていたのだ。どうしたの？鳩が水鉄砲食わったみたいな顔して。マリが僕の方を見て笑う。それを言うなら豆鉄砲だろ。いいじゃないの、どっちでも。それで一体どうしたのよ。真相が分かったんだ。バラバラ殺人の犯人がね。ついぎくりとした様子でこちらを見る。本当かね。小林さんも驚いている。犯人ってまさか私たちの知っている人の中に犯人がいるって言うんじゃないでしょうね。マリは恐る恐る尋ねた。残念だけどそういうことになる。そんな、僕は言った。犯人はマリ、君だ。
これな、ごめん、そんなつもりじゃなかったんやけどさ、 C に行っちゃったら多分犯人分かっちゃうんだよね。俺さ、こんな早く解決に向かうと思ってなかったから、どうしよう。ごめんね、なんやかんや言うてちょっとネタバレしてるけど、犯人は僕だ。え、全員がアングリと口を開けた。驚いて何も言えないといった表情だ。そりゃそうだろう、言った本人の僕だって驚いているんだ。これバッテンドになるっけ。トール、あなた一体本当なの？だとしたらなぜ？それにどうやって？いつ？マリが言葉を使い使い聞いてくる。さあ、さあって君。小林さんがいぶかしげに僕を見る。君がやったのとちゃうんかいな。加山さんがイライラした口ぶりでこちらを睨む。まあイライラするやろな、こんな冗談。今君犯人は自分だって言ったよな。敏夫さんが念を押す。いやだから、僕がオロオロしていると加山さんがギロリと睨む。だからなんやねんな、男やったらはっきりしいな。はあ、なんで自分が犯人だなんて言ってしまったんだろう。とにかくここは何とかごまかさないと本当に犯人にされちゃかなわない。いやですから僕はこう言いたかったんです。いいですか、僕はコホンと咳払いをした。犯人は僕だということだけはまずありえないと。全員がずっこけた。なんやねんなそれは。ややこしいこと言うよな。マリ、こんな男をフィアンセにするのはやめなさい。元からフィアンセなんかじゃないわよ。ボロカスだ。僕は大声でみんなに言った。その後本当の犯人の名前を続けるつもりだったんですよ。それを皆さんが勝手に早がってしたんじゃないですか。ほな、ほんまの犯人は誰やねんな。それは、ここでなんとか名誉挽回しないと。僕は言った。これもう一回 A 選ぶとバッテンドのはずなんだよね。犯人は当然僕でもなければマリでもなく、バッドエンド言っとく？バッドエンド言っとこっか。ごめんね、なんかもどかしい展開にさせて。犯人は僕だ。え、全員がアングリと口を開けた。驚いて何も言えないといった表情だ。そりゃそうだろう、言った本人の僕だって驚いているんだ。これ2回選んだらバッドエンドになるんじゃなかったっけ。どうなんだ一体。デジャブデジャブ、すっげえデジャブ、全く一緒。さあ、え、これ何回もやらせてくれんの。さあて君。小林さんがいぶかしげに僕を見る。君がやったのとちゃうんかいな。加山さんがイライラした口ぶりでこちらを睨む。今君犯人は自分だって言ったよな。敏夫さんが念を押す。いやだから何やねん、男やったらはっきりしいな。はあ、なんで自分の犯人になって言ってしまったんだろう。とにかくここは何とかごまかさないと本当に犯人にされちゃかなわない。いやですから僕はこう言いたかったんです。いいですか、犯人は僕だということだけはまずありえないと全員がずっこけた。あ、これ何回でもできんのか。何回でもできる流れだねこれ。それはここで何とか名誉挽回しないと僕は言った。ああ、何回でもできんのか。じゃあ B にしておこう。犯人はマリ、君だ。マリは驚いて僕を見た。トール、それ本気で言ってるの。ごめんなトール、迫力は免れんわ。すごい形相で睨んでいる。え、あ、う、僕がしどろもどろになっているとマリの雷が落ちた。そんなはずないでしょ、私はずっと一緒にいたじゃないの。そうでした、すいません、撤回します。僕はあっさりと自分の推理を引っ込めた。でたらめ言うなら黙ってたよね。今度は本気で推理したから。じゃあ誰よ、本当の犯人は。僕は言った。これ逃がしてくれないやん。犯人は当然僕でもなければマリでもなく。やめろ。解決に向かうのだけはやめておこう。ちょっと早いわ。なんかこれ良くないな。良くないなこれ。誰か面白い人いない。とりあえず、か。ああ、良くない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 わ。良くない流れですこれ。そうだな。お、む、ら、もうちょっと楽しませてほしいもんね、やっぱりね。さすがにね。オムライス。俺や、犯人はオムライスだ。僕は言った。オムライスって誰よ。俺だよ。
マリが不思議そうな顔をする。さっき私たちの知っている人の中に犯人がいるのって聞いたら、そうだって言ったじゃない。ちょっと出任せ言ってみたかったのさ。僕は笑いながら胸を張った。何よ、人が真剣に聞いてたら。最低。本気で怒っている。そらそうだ。ごめん、今度はちゃんと言うよ。犯人は、なんで逃がしてくれないの？もうこれ解決コースやん。ダメだよ。戻る戻る。ごめん、本当に。そんなつもりじゃなかった。よいしょ、この辺からやろう。こんな、だって、これ何パート目？ 3 パート目？ 3 パート目で解決とか、ミステリーでも何でもないよ。ただネタバレしてるやつが、やり直してるだけやん。僕たちのない中にアリバイのない人がいることに気づいた。窓の割れる音がした時、談話室にいなかった人が一人いただけなのだ。一人だけいたのだ。隣で熱いコーヒーを美味しそうに飲んでいる男。ああ、そういえばそうだな。としおさん。この人になら田中さんを殺すことができた。僕はその顔をそっと覗き見た。スキー好きの明るい大学生。それは見せかけに過ぎなかったのだろうか。ん？どうした？としおさんがこちらを見返した。いや、あ、砂糖か。わりわり。としおさんはシュガーポットをこちらへ回してくれた。どうも。仕方なくそれを受け取り、自分のコーヒーに砂糖を入れた。どうやら僕の視線の意味を誤解したらしい。この人の良さそうな男が犯人だろうか。いや、どんな事情があったんですよ。この人が人を殺し、その体をバラバラに切り刻むなんてできるわけがない。やはり犯人は外へ逃げたのだ。ここにいる人間とは何の関係もない、根っからの犯罪者に違いない。そう、多分殺された田中さんもきっとヤクザかなんかだったのだ。そして別のヤクザに殺された。僕は無理にでもそんな風に思い込もうとした。突然小林さんがガバッと立ち上がった。どうかしましたか？僕は尋ねた。外を調べてくる。外を？どうしてですか？何か痕跡があるかもしれないじゃないか。足跡とかタイヤの跡とか。敏夫さんが首を振った。そんなのあったとしたって、この雪じゃとっくに消えてますよ。そりゃそうだが、殺人犯がここに戻ってくるかもしれんというのに何もしないでいるわけにもいかんじゃないか。小林さんは苦々しげに言った。マリのそばにいてやろう。僕はマリのそばにいてやろうと思って黙っていた。加山さんも行きますよね。外で犯人に出くわしたら地獄車をかけてくれるんでしょ。敏夫さんが皮肉っぽく言った。そうやな。でも外は寒いやろ。わし、寒いのは苦手なんや。もし見つけたら中に追い込んでくれ。わしのつまめ返しをお見舞いするさかい。一休さんみたいなことを言う。それにつまめ返しは柔道の技じゃなかったと思うが。居合ですね、つまめ返しは。結局小林さんと敏夫さん、それに三木本さんの3人が外を見回ることになった。あれ、これ出た方がよかったかな。3人は着替えのために一旦部屋に戻り、5分ほどして降りてきた。3人がウェアを着て武器を装備して出ていくのを僕たちは不安な思いで見送った。いやでもマリのそばにいたいからさ、大丈夫かしら。マリがぽつりと嫌なことを言う。どういう意味だよ。まだ犯人が近くにいたりしたら。大丈夫だろ、この風景の中で外でじっとしているわけないよ。とっくに逃げてるさ。だといいけど。とは言うものの、中でじっと待っていると不安は増すばかりだった。こんなことなら一緒に外へ出た方がよほど気が楽だったかもしれないとさえ思えてくる。そや、突然加山さんが立ち上がった。携帯電話もしかしたら通じるかもしれんから試すだけ試してみよう。僕は小林さんが携帯電話は通じないと言っていたのを思い出したが、あえて口出しはしなかった。加山さんが2階へ行ってしまうと、男は僕だけになった。マリがハッとした様子で耳を澄ました。今、何か聞こえなかった？え、何か？誰かの叫び声みたいな。うん？気のせいかな？きっとそうだよ。え？叫び声？私たち、ちょっとトイレに行ってきます。アキちゃんが言うと3人は一塊になって2階へ上がっていった。彼女たちの姿が見えなくなった時、どこからかビーというベルの音が響いてきた。あら、裏口から。何かしら。京子さんもパタパタと走っていく。
僕とマリアは顔を見合わせ、立ち上がって後を追いかけた。何か嫌な予感がする。裏口にたどり着くと、京子さんが恐る恐るドアを開けたところだった。雪と風が吹き込んできたかと思うと、巨大な雪の塊がゴロンと転がり込んでくる。キャー！京子さんは押し殺した悲鳴を上げた。落ち着いてよく見ると、それはさっき外に出ていた小林さんたちだった。雪まみれで団子みたいに重なっている。早く、早く手当てをしてやってくれ！小林さんは息も絶え絶えといった調子だった。血だわ！マリが指さしてそう叫ぶ。確かに右本さんのこべかみに真っ赤な血がこびりついている。京子さんは驚きから立ち直ると、テキパキと命令を始めた。とにかくベッドまで運びましょう。緑ちゃんは救急箱を用意して。トール君、じゃあそっちを持ってくれ。あまり急に動かさないように。僕と小林さんで右本さんを担ぎ、2階の本人の部屋まで運んだ。上着を脱がせベッドへ横たえる。救急箱を持ってきた緑さんと京子さんが手際よく傷を消毒し、ガーゼを当てる。これ以上できることもなさそうだったので、僕は部屋を出た。ちょうど自分の部屋を出てきた加山さんと廊下で出くわしたので、一緒に階段を降りながら話す。あ、加山さん、電話はどうでした？電話？ああ、携帯電話かな。携帯電話かいな。あがあが、やっぱりあがんわ。小林くんの言うた通りや。そうですか。談話室には春子さんとマリが心配そうに座っているだけだった。いかがでした？春子さんが聞いてくる。右本さんのことだろう。わかりません。どうしたんや？なんかあったんか？加山さんはまだ何も知らされていないようだ。右本さんが誰かに襲われたんです。なんやで？誰かって誰やねん？逃げたんか？ええ、それが誰も見ていないんです。右本さんしか。マリと春子さんも不安げに耳を傾けている。それで怪我はひどいんか？それとももう、死んだのかっていう言葉を飲み込んだようだった。わかりません。今小林さん夫婦と緑さんが手当てをしてくれているはずですけど。そう言いながら上を見上げた。まさかわしらを一人ずつ順番に殺していこうっちゅうわけやないやろな。加山さんなかなか煽るからね。こういう人、本当にこのおっさんまたとんでもないことを言い出す。いや、本当にこういう人がいるといないのとでは大違いだからね。いない方が平穏に進むよ、ことが。マリも花子さんも一瞬ぎくりとしたようだ。冗談じゃないですよ。なんでそんなこと。そらみんな殺したらこの中でのんびり吹雪はやむのを待てるやないか。おまけに警察に通報するやつもおらへんようになるわけやから、逃げる方法がでゆっくり考えられるわな。確かにその通りだ。確かにその通りやけど。この雪の中を逃げるのは自殺行為だが、とりあえず身を隠し、誰かが外で出てくるのを待っていたのなら話はわかる。右本さんが狙われたのはたまたま最初に目についただけなのかもしれない。そんなのってひどすぎる。マリが顔を歪めながら叫んだ。そうと決まったわけじゃないよ。半ばその可能性を信じ始めてやにもかかわらず、彼女を心配させたくなくて、そんなことを言った。いや、でもこの状況でもマリを気遣えるって、やっぱりそこそこ男らしさあるんかな、トールは。たとえそうだとしても、また僕たちが外で出ない限り大丈夫さ。なるべく一緒にいて、一人にならないようにしていれば。しかし彼女を安心させようという試みはさほどうまくいかなかったようだった。そんなこと言ったって電話は通じないし、外に出ないし、出ないでどうやって助けを呼ぶの？とにかく朝まで持ちこたえれば大丈夫さ。結構こういう時って女性の方が現実的だったりするもんね。あの寒さの中、朝まで生きられるわけがない。だったらなおさら死に物狂いで襲ってくるんじゃないの？ひぃ。マリがそう言った時、小林さん夫妻が2階から降りてきた。ってことで、今回こんなもんにしときましょうかね。いやー、ごめん、本当に。危うく解決するとこだったよ。まだかまいたちの夜を楽しんでないっていうのに。ってことで、また次回じっくり楽しんでいきたいと思いますので。難しいね、この内容知ってるゲーム。まあ、いや、内容知ってるけど、このゲームは初プレイなんだけどね。なかなか難しいな。ごめんなさい、なんか。ということで、また次回、かまいたちの夜楽しんでいきたいと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは、またね。